ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで世界のコース行ってみよう。さーて今回は何をやっていきましょうか。たぬきかな。ベースボール。たぬきかな。でもなんか日本人が書いとるわけじゃないけん、もしかしたらたぬきであっとるかもしれない。葉っぱのマークやし。しっぽマリオのままゴール。やっぱりたぬきってことか。しっぽマリオのままゴール。ままさあこのまんまゴールまで行くぜ。ちょっと待って、いけないんすけど。あ、上？ちょっと待って、これはここではじけということか。あ、そういうことや。オッケー、はい。ゆえ、びっくりしためっちゃびっくりした。ここでまた、ゆえ、びっくり。あー、しっぽマリオじゃなくなった。ねえ、しっぽマリオじゃなくなったんですけど、私があれやね、向こうに出すぎたんやね。なんかすごい落ちてくけどさ、今風船みたいな。待って、これはちょっと待ってちょっと待ってもしかしてこれまたあっこに戻る。ですよね、ですよね。あ、これでまた再びできると。もしかしてこれパワーアップして戻ってきた私。そんな可能性を感じる。そんな感じじゃね、これ。でえい、オッケー。そして来いよ来いよ、へい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 。ね、このすぐ横の部分を落ちてったら、てかこれ絶対にあのクリアできる仕様になってるんじゃないでしょうか。親切設計超絶親切設計。待って、これちょっと待って。あ、ちょっとずつ運んできてるのね。オッケー。ふう、コインまでめっちゃもらえる。やったやん、ゴールやん。パワーアップしてゴールやん。メットまでかぶって。はい、コースクリアー。いいね。めっちゃいいやん。絶対に死ねない。絶対に死ねないコース。ブラウザー、can you spare a coin? 遊びましょう。スペアコイン？どういうことだ？あ、なんか、目標がある。コインを1枚以上取ってからゴール。コインを1枚以上。どこや、コイン。コイン。どこやー。はい。あ、入れるのね。ってことはもうこの中に。ちょっと待って、あの、そこの。これ取れるや、取れんのかーい。ちょっと待って。てかさっきのさ、あの、羽の生えた子は。これ早く行ったら多分取れるって。ちょっと待って。ちょっと待ってね。あれ？復活しない。待って、どの辺まで行ったら復活する？この辺から復活か。取らせてー。どこまで行く？このコイン。ほうほう。この辺まで。もうちょっと上に来てくれないかしら。くわー、ちょっと無理。あ、これ。あ、このコイン取れるんじゃない？
はっ届かねー。あっ、ちょっと待って、これ落ちた、落ちたよ、あ、落ちたけど、ちょっと、あはー、取らせてよー、コイン、コイン、これ、これ、え、ちょっと待って、あ、消え、消える、助けて無理やん、ちょっと待って、え、コイン、え、コイン、え、こ、え、こ、これ、こっちもある、あ、落ちないね、やべ、なくなった、なくなった、なくなった、え、いや、届かねえし、そこ、あ、待って、もしかしてこれを使えば、え、これ絶対取れるやつや、いや待てや、おい、ふざけんなよ、おい、え、待って、え、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、え、ちょっと待って、待ってって、え、ちょっと待って、ちょっと待って、絶対ここにもあるけん、ほら、くそー、これさ、空中で使えん？そんな器用なことは私にはできないか。おお、おおおおお、待って、この辺からなんかワンナップ来たよ、ちょ待って、はい、ワンナップ来たから、なんなんや、ちょ待って、どこまで、ねえ、どこまで、どこまで豚、ここは、ここは、は、ん、ちょっと逆に届かん、ここ、え、ちょっと待って、あのバネ邪魔、クソかよー、へい、は、向こうにも行けん、うーん、つらい、つらすぎる、ちょっと待って、あっち行くわ、私、あれ、バネどこ行った、元に戻った、戻って、はい、ちょ待って、マジでさ、まっ、ぬっくぃー、ねえ、くださーい、ちょ、ジュゲーム、ジュゲーム、あのね、そこのコインを下に持ってきてくれてもいいんですけどね、ムカつくわー、え、何、怖いよ、え、あー、コイン、しかしだよ、いやー、いやだー、めっちゃやん、めっちゃやん、ゴールー、147枚も取れた、え、あれ、鍵全部集めたらなんかあるんかな、もしかして、え、でも扉とかあったかお、覚えてね、いいね、はい、てことで次どこ行こっかな、疲れた時に遊ぶコース行きたい、ハート、疲れも悩みも風のように吹き飛ばせ、行くぜ、何あのベストタイム、なくはないです、あれが名前ってこと疲れた時に遊ぶコース、オートマリオギミック、オート、オート、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おおお。どういくぜー。あの、壊させてください。あ、こんなところに。なるほど、そういう感じ。あ、ちょ、追いかけてこないでください。怖いよー。オートと言っても。すべて放っておいてはいけないオートなのね。くぁー、はい、ちょっと待って、はい、ゴー、うぃー、でも気持ちはいい今、あれじゃない、中間なかった、ほらほらほら、中間、イエイ、あの下向きにババ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 って壊していくのすごい
感じで、キャー、待って上から敵超追いかけて怖いよー。はい、ドド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 ド、痛い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 、超降ってきたよクリボー。あれは多分2つ同時に行ってないからはい、ああなるほどね、そのまんま行けるやつね。はい、中間。お、そして次は、え、乗らせて、あ の乗らせてな、なに、ダーシダーシダーシ、うー、怖いです。ここからオートってこと、うぃー、なんだ、何が起こったのか最後全く分からんけどもゴール、イエイ、なんか全然ゴールしたっぽくない音楽なんやけど。はい、コースクリア。めっちゃ何かしら死んでしまった感が半端ないんですが、よかったのかい。あれ、5つのルートを1部屋に、初代スキン、5つのルートを1部屋に、どういうこと、初代スキンの5つの形態を楽しんでください。ふんふんふん、5つのルートを1部屋に、初代スキン謎解きギミック。ウェーイ。え、でもここ巻き上がっ、ん、なに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 、なんか意味あったんかな。あ、これ、あ、なるほどね、水の中。そんなことにすら気づいていなかった私。よいしょ、5つのギミック、よし、これでどこへ向かう、ここか、戻ってきた、え、戻ってきたここに行けばいいのか、ここ、ここ、あ、正解っぽいね。えい、よいしょ、これはどう爆発させればいいのかな、よいしょ、あれ、あ、なるほどね、この一部屋の中って、え、ちょっと待って、これはどうすればいい、どうすればいいんでしょう。あ、壊れたね、これでいける、はい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 、 OK、 なるほど、部屋自体はここしかないということだ。はっはっ、 OK っすか。でもこれ一回一回同じ部屋作っとんかな、だって微妙に仕掛け違うやん。ほら、さっきまでこれなかったし。え、待って、ど、何をすればよろしいっすかねこれ。あ、多分そこに、そこのボム兵にファイヤーを当てなければいけない。あ、は、そこゴールじゃない、あ、てかそこ旗あるやん。なるほどね、カイン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 、いいよ、これで、はい、次は、次はピンボールマリオ。ボム兵の数も増えたな。え、ピンボールマリオで次は、はい、いった、これでボム兵がそこで爆発します。え、爆発、あ、ちょっと待って、ここに行けばいいのか、はい、で、はい、オンスイッチ、あ、で、また次は、おお、でかくなった、でかくなった、あ、下からは壊せないのか、でかくなったけど、でかくなったけど、これどうすんだ、ここを壊すのか、てい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 て、めっちゃ花火上がるよ。で、ここも壊して、はっ、おっ、上に行ける、おお、で、ここを壊す、ここを壊す、あっ、で、ここをひたすら壊しまして、めっちゃ花火上がるよ。これゴールじゃない、ふー、イエイ、ってことにはならんのかーい。こっちを壊して、とりあえず壊せるところ全部壊していくってことやな、これ。ちょ、
待って、そこ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 、そこも。ってことはこれもう一回多分。お、そこ？それで、それでゴール。なるほど。ふん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 。そういうことね。コースクリアー。いいね。5つのルートを1部屋に。なんかすごい面白いね。一回一回あれ全く同じ部屋作っていったんかな。ああ、そこに一応答えは出とるんか。一番最後一番大きいやつ。なるほど。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも全く同じ部屋作っていくのって大変じゃない？なんかあれなんかな、作ったことないけんわからんけど保存みたいなのがあって、それでなんかこう複製していけるとかそんな感じなんかな。違う